はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。しっかり練習すれば。キララファンタジア始めていきたいと思います。今回は日々省エネ、日々節約がモットーですな。三者三様ブライ旅復刻版ですね。シナリオクエストをやりきったので、収集クエストかな。日々省エネ、行ってきます。というわけで、まずはこちらですね。お、コルク使えるんですね。風属性コルク使いましょう。行ってくるです。相手になるわ。プレイプレイ。立ち止まらず諦めないで。手加減しませんよ。まあ順調ですね。皆さんのやる気をアップします。待っててね、援護するから。反省が足りないようですね。で、ここでスキルを復活ですね。うまくいくといいんだけど。皆さんのやる気をアップします。キャーがいいですね。手加減しませんよ。ちょっとここでコルク入れてみましょうか。焦らずに行きましょう。反対と攻撃は最大の防御ですね。力が使うしかないですね。こうなったら行きます。アズニャまっしぐら。ということで、まずはお腹すいたな。何か食べたい。次、中級。しずくとかいますね。ボーナスが欲しいとこです。富士川陽子。私もお供させてもらうわね。覚悟するです。待っててね、援護するから。立ち止まらず諦めないで。くらえです。そんな。みんなと一緒ならできるよ。皆さんのやる気をアップします。手加減しませんよ。
守りますから、うん、本気の力見せてやるです。まずにはマシグラどんどんパワーアップします。キラージオ100回記念サインパネル当たったということで、すごいことですね。お腹すいたな、何か食べたい。すみま、助かりました。すごいです、尊敬です、天才です、憧れます。一度もらいましょう。じゃあ行ってみよう。久しぶりに。こんばんは。冷える夜こそ熱く鍛えるぞ。ですね、今武器レベルのスキルレベルは23ですよね。いつまでかかるのか。一応処理してるものは足りるんですけどね。武器スキルも23。レベルアップまであと10回ということでね。2回やれば5回で24レベルアップってことですよね。日々省エネ、日々節約。行ってきます。ということで上級です。葵を使いましょう。せやで。私もお供させてもらうわね。皆さん準備はいいですか？そんな。力が強くなってきましたね。くれくれ。立ち止まらず諦めないで。お、スキルアップ。これでどうだろう？あ、倒せるんだ。倒せちゃうんですよね、結局は。待っててね、援護するから。いい度胸。力が湧いてきます。皆さんのやる気をアップします。倒しちゃいますね、やっぱり。やりました。行ってきます。お、クエスト10回クリアということで、これで最後超級ですね。鈴風青葉とかいろいろいますが、松さんっていうのは、準備はいいですね。行きますよ。さあ、これ超級なので油断はできないが。すごいな、エビが。フレーフレー。立ち止まらず諦めないで。力が湧いてきます。倒せない。
さあ、来た。一気に来た。やっぱり来たね。思った通りです。ショーアップ。行きます。アズニャー。これはまあ良くないですね。ということでまずは皆さんのやる気をアップします。そんな。そんな。焦らずに行きましょう。いい度胸。来た。いいタイミングで行ってくれますね。みんなと一緒ならできるよ。くらえです。強いな今の。皆さんのやる気をアップします。この時のために練習したんですから。アズニャマシガモ19になりましたね。すごい22万4000。超級でこの数字はすごいですね。一応相性がいいっていうのもありますが、これで、土属性の4つは全部クリアです。さあ今度はこちらですね、炎属性ですね。まずは炎属性初級ですね、行ってみましょう。この炎属性だから水属性を使います。今水属性どうなってるかというと、なるほどね、こうなってるんですね。何かここから水属性変えていきます。シマリンかな。これもバリスタになるための修行です。覚悟するです。支援するぞ。まあ盾になってもらいます。力が湧いてきます。まあ普通に倒しますよね。やっぱりサポートします。ください。手加減しませんよ。そしてスキルを使用できるように変更です。皆さんのやる気をアップします。踏ん張りどころだな。任せてください。くらえです。やりました。行ってきます。さあどんどん行きましょう。次は炎属性中級です。回復します。下のマーブルさんの方行きましょう。
私もご一緒させてもらおう。やるぞ。やれ、支援するぞ。まずは盾、いつも通り盾に。くらえです。皆さんのやる気をアップします。支援するぞ。威力が高いですよね。これをやると抜群なんで倒しちゃいますよね。どうしようかな。この技なら。みんなと一緒ならできるよ。手加減しませんよ。入っちゃった。倒しますね、やっぱり。やった、勝ちましたよ。行ってきます。さらに上級へ。シマリン図鑑本当多いですね。アールとかクルーさんとか。これもバリスタになるための修行です。スリルがありますね。緊張します。さあ、こっからがまあ問題じゃないかなと思いますが。遅いぞ、こっちだ。倒しきれなかった。これでどうです。私から行きます。皆さんのやる気をアップします。踏ん張りどころだな。この技なら。まず一体倒しましたね。手加減しませんよ。倒すね、やっぱりね。そうだ、これで単体スキルを使用可能にして。みんなと一緒ならできるよ。これでどうです。当然倒しきれない。やはり踏ん張りどころだな。さあ任せてください。間違えた。サポートします。さあ、一体ずつ倒していきます。これでどうするしかないですよね。さあ、ラスト超級いきましょう。これはですね、入れ替わることも考慮に入れないといけないですね。ずっとシマリンでいきました。タリムンさんって強いな。怖くない、怖くない、負けませんよ。痛く、ダメージがきつい。平気です。これでどうです。さすがに全部受けてください。来た。くそ、アズニャンが、アズニャンが狙われます。そうです、やらないとダメなんです。私から行きます。
平気です。これ以上やられないために。ここで。危ない。あーっとやばい。シノが狙える。ね、心配はいらないです。平気です。あ、シノが、シノ大ピンチ、シノ大ピンチ。ん、どうしたの。思いっきり行くからね。なんとか耐えた。なるほど、それでしたの。わらの肩張り技術には注目していたのよ。経験は無駄じゃない。誰も分かったんだ。みんな、ごめん。いきます。よし。さあ、ラスト。皆さんのやる気をアップします。平気です。おっと、ここ交代ですね。やるしかないよね。やるしかないんです。私ももっと頑張ろう。手加減しませんよ。お、思いっきり行くからね。あのね、私実はの回復。で、アズニアンに見せてやるです。行きます。アズニアン、結構やっぱ苦戦しますよね。向いてない供給となると、だからいまいちなんですよね。あ、残った。1600か。やられる前にやっちゃおう。そうですね。お腹空いたな。何か食べたい。15回クリアですね。ちょっと、もうちょっと。これでも保証はされたんで。これもバリスタになるための修行です。皆さん準備はいいですか。いた何するんですか。踏ん張りどころだな。狙われるように。おー、すごい。よし、ここは貯めるべきです。貯めときましょう。次のターンに生かすんです。怒っているとき使いたいですからね。サポートします。ねえ、かっこいいですね。この技なら。よし、一体倒した。で、ここで、使用可能にして、
まあ、ツニャンのダメージが手加減しませんよ。心配はいらないです。すごい、やるときはやるんだから。アズニャンを回復。残り1体。皆さんお願いします。いきます。ここでアズニャンが倒しちゃいますよね。残り、やるしかないです。先にやりましょう。いきます。お、誰も倒せない。しかし少し待ってください。ここで知能追撃ができました。すごい。どうぞ。もう皆さんのおかげです。どうしようかな。こうかな。で、ショーで、回復して。活属性にして。結構、多いですよね。いや、間違えて押してしまったわけです。ミラクルさ、私もお供させてもらうわね。ラストバトルですね。3体来た。待っててね。援護するから。サポートします。私も体を張らないと。で、力を全部使う。うまくいくといいんだけど。すぐ言うようにして。サポートします。そんな。待っててね。援護するから。ほら。手加減しませんよ。強い。倒しちゃいますね。やった勝ちましたよ。
はい、これで、収集クエストは全部取りましたね。日々省エネ、日々節約がモットーですの。追加シナリオをちょっと見て終わりますか。マナミのユートピア。まずいわね。でもね、浮気。どうしたんだろう。だけど、お、アヒリさんだ。状態。来たわ。おお。希望の残るエンドですね。あら。でもさ。また来てないかしら。なかなかいい話。すみません、助かっちゃったね。アマンさんの従業員にならないなんてね。やっぱりもらえますね。すみません、ありがとうです。とてもとても。マヨネーズ20個もらえます。トレード屋さんに行きましょう。深夜、一寸の行員カロンズベカラズ。今のおすすめ。抽選マシーン、なんだこれ。まあ当然交換ですね。交渉成立。あといろいろ超進化銃とかもらえますね。ひだまりステッチし、フララメーロ町アニマエール、キルミウェーベー行きましょう。交渉成立。そして31、少ないね。交渉成立。289。成立。うん、これで進化のこれはアイテムがたまりました。
でもファンタジーは星結晶か。レベルは不足していますとか、あ、そうですよね。はい、というわけで、こちらですね。三者三様ブライタル。日々省エネ。収集クエストを遊んでみました。どんどんアイテムを得ることができました。またよろしくお願いします。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でこうでした。